今日は65ページのお話をしましょう。ここには生まれた時から持っている勘違い、あるいは本当に気がつかない勘違いについて書かれています。例えば第一子の人は最初に生まれたのでずっと自分が母親を独り占めできていました。そして下の子が生まれるとそれができなくなりますよね。そうすると自分が持っていた母親独り占めというものを下の子が奪ったように感じるんです。これは全くの間違いですね。下の子から見たら何をどう勘違いしているのかわからないというふうなくらいの大きな勘違いです。というのは母親を独り占めしようにも下の子は最初からあなたという上の子がいるので一度も母親を独り占めしたことはないからです。こういうふうに自分が持っているものがなくなると人が奪ったように感じるというのはとても大きな勘違いなんですが、これにはなかなか気がつかないんです。ではどうやって気がついたらいいでしょうか。一つにはこういう下の子の話をちゃんと聞くっていうことですね。もちろん自分の妹や弟の話はまともにもう聞けない脳の状態になっているので、セミナーなどに行くと他の人として下の子が喋りますよね。そういうのを真剣に聞いてみてください。へえ、下の子ってこう考えるのかっていうのがよくわかりますよね。そしてそれを聞いたら次は自分自身が下の子である想像をしてみてください。生まれた時からお姉ちゃんかお兄ちゃんがいるんです。3つぐらい上だと思ってください。自分の顔をじっと覗き込んで何かをやるにも自分よりもうまくできるんです。そうすると下の子はどう感じると思いますか。お兄ちゃんやお姉ちゃんにはかなわないなと感じますよね。お母さんは世話をする人なのである意味自分とは全く違う存在なんですけれども、お兄ちゃんお姉ちゃんというのは自分によく似た存在、お母さんに世話される存在で、しかも自分よりちゃんとできるんです。この状態どう感じると思いますか。そして決してお母さんを長く独り占めすることができない、こういう状態なんです。こんな風に人のことを想像してみてください。そうすると自分が今やっていることがどれほど人と違っているかがだんだん分かってきますよ。こういう気持ちを体験することで脳が発達していくんです。ですからこれをやらなければ全く分からないという状態をこういうふうな訓練によって変えていくことができます。自分がよく分かっていない自分の思い込みは結構あちこちでトラブルを作っているんですよ。例えば第一子でしたら自動的に人を仕切るということがありますので、それが叶わない状況の時には仕切れないということで自分が気がついていない不満をそこはかとなく感じることになります。この状態は実は下の子にはないということなんです。こういうふうなことに気がついていくことができます。そうするとなぜ自分は問題を作るのかっていうことがだんだん分かってきますよね。もちろん下の子にも同じようなそこはかとない不満というものがありますから、下の子は下の子で上の子を想像することによってそれに気がついていくことができます。ということでぜひやってみてくださいね。ではまた次回。